皆さんこんにちは。今回は、昔騒動になったとある事件について取り上げます。手術する必要がなかったにもかかわらず、子宮を全摘出されるという患者が多く見つかった事件があったらしいのですが、1980年代、いくつかの書籍にて奇妙なワードが登場していました。とある作家のエッセイにて、当時の時事問題などが書かれているのですが、そこにこのような記載があります。資格のない男は摘出したものを以下の塩辛の瓶に貯蔵して、子宮コレクター、と称する。また、こちらは、とある映画評論家の書籍ですが、最近では子宮コレクターってのがかなりフリークね、との記載があります。このように、子宮コレクター、というワードがいくつかの書籍に登場しており、これについて調べてみると、富士見産婦人科病院事件、という、1980年に発覚した事件に関連すると思われます。この事件について詳しく説明します。埼玉県所沢市に、富士見産婦人科病院、がありました。この病院は、美容室やアスレチック室、ラウンジなどの施設を持つ一流ホテルを思わせる病院で、埼玉県だけでなく、他の県からも多数の妊婦が診察に訪れ、繁盛していた病院でした。そんな中、1980年にある妊婦が子宮癌を宣告され、他の病院で再度診察を受けると全く異常がないことが判明します。もしこれが発覚していなかった場合、子宮や卵巣の摘出手術が行われてしまった可能性があり、さらにこの病院では当時珍しかった超音波検査を行っていたものの、それを担当していた理事長は医師免許を持っておらず、無資格で診察が行われていたことも発覚し大問題となりました。当時の理事長が逮捕されると、元患者だった1000人以上が健康なのに子宮や卵巣を摘出された、と訴え、営利目的の卵心卵用が社会問題化したといいます。その後、7年間に及ぶ裁判の結果、理事長は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年。理事長の妻である院長も懲役3ヶ月、執行猶予6ヶ月となりました。このように、異常がないにもかかわらず子宮を全摘出してしまうという恐ろしい事件が起き、被害者も非常に多かったわけですが、院長が政治家に献金をしていたことも発覚しており、その政治家は引責辞任するなど、かなり大きな騒動にまで発展しました。さて、このような事件でしたが冒頭で紹介した子宮コレクターというワードについて、当時、理事長は摘出した子宮をホルマリン漬けにしてコレクションにしていたなどという噂があったようなのです。あるブログ記事によれば、健康な子宮をホルマリンに漬け自宅に飾っていたという、との記載があります。これが事実だとすれば、異常がない患者の子宮を大量に摘出していたというのは、コレクション目的だったという、非常に猟奇的な事件となるわけですが、事実なのでしょうか？今回は、この噂について調べていこうと思います。さて、この事件はネットでもたまに話題に上がることがあるので、ご存知の方はいらっしゃるかもしれません。実際に子宮コレクターというワードが出てくるほど猟奇的な事件なのでしょうか。この事件ですが、関係者が懲役刑になったのはあくまで無資格診療による医師法違反、それを見逃していた補助官法違反であり、他にも傷害罪として起訴されておりましたがこれは不起訴となりました。その理由としては手術の目的の相当性に疑いが残る、ことを認めたものの、病院という特殊な場での立件は困難、であったと、記者会見で説明していたようです。また、後に傷害罪での鑑定結果が明らかになります。実は、警察は摘出された臓器40体を押収し鑑定を行っており、手術が必要だったのは1体だけで、その1体も子宮と両卵巣を摘出する必要はなかった、という結果でした。このことから、病院側は摘出した子宮を保存しており、これが子宮コレクターの噂を生んだ原因だと思われます。今話している内容は主にウィキペディアを参考にしておりますが、記事では子宮を集めるために摘出していた、などということは書かれておりません。一体なぜこのような噂が生まれたのか、
当時の世間の反応を調べてみます。ここで一旦前置きをしておきますが、この事件に関して、病院側に問題があったのは間違いありません。しかし、医療に関する報道のあり方についても批判的な意見も多くあります。そのような意見の中に、今回の噂に関する重要な情報もありますので紹介させていただきます。まずこちらの書籍、事件が不起訴になった件について語られているのですが、改めて言うまでもなく、富士見産院に関する報道は凄まじかった。そればかりでなく、その取材はほとんど老舌とも言うべきもので、およそ新聞倫理を踏みにじるものであった。それにしても、摘出した臓器をホルマリン漬けにして保存してあったのを、朝日はじめ各紙は、まるで猟奇的に扱ったが、傷害罪ないしは医療過誤の決定的証拠となる摘出臓器を保存するという具をあえてしはしないだろう、との記載があり、当時各紙は保存していた臓器について、猟奇的であるというように報じていたことがわかります。次にこちらの書籍、富士見産院のマヨネーズ瓶、という話が書かれております。数年前の富士見産院の事件について、臓器をマヨネーズ瓶に保存していたのがけしからん、と言われていたらしく、臓器は大抵の病院は捨ててしまうが、マヨネーズ瓶でも保存していたのは評価する、との意見が書かれています。もし良心があったとして、研究用に残しておいたものだとしたら、何らかの発見があったかもしれない、とも記載されており、臓器を保存しておくことに関しては、事件の証拠にもなっていたのも事実であり、何らおかしいことではなく、少なくとも猟奇的な目的だったという可能性はないと思われます。ちなみに、臓器の保存について否定的な意見もあり、これこそ経一派の変態性ぶりを示しているように思われる。手術するだけでは飽き足らず、患者をして批判的言辞を語らせたいとする異常心理だと思う。手術の模様を患者自身に見せてその恐怖する反応を楽しみたいという心理のはずだ、と批判しており、この臓器を保存するという行為について当時は様々な意見があったようです。ただ、傷害としては不起訴になったのは事実ですから、噂にあるような事実は認められなかったということでしょう。ちなみに民事では、乱心乱用は認められており、賠償が命じられております。マスコミの報道が行き過ぎた部分もありますが事件自体は被害者が非常に多く、摘出された臓器は二度と戻りませんから絶対にあってはならない事件だったのは間違いないでしょう。いかがでしたでしょうか。豪華な施設であった病院の裏側では恐ろしい事件が起きていました。子宮コレクター、に関してはあくまで当時の報道から生まれた噂だったと思われますが、この事件自体は恐ろしい話だったことは事実です。